死ぬことは火事よりも地震よりも怖いこと。でも何の準備もしてなかった。突然全てを消し去る大事件や。本当にそれでいいんかな。そういうことですよね。はい、こんにちは。ライフスキルティーチャーのミスターおかっちです。あなたは何のために生きてますか。俺39歳、来月で40歳。これまで40年間一回も死んだことはなかった。あなたもそうでしょ多分。いや確実にそうよね。今この動画を見てるということは一回も死んだことはない。毎日毎日生きるという選択をしてきた。だから今そこにいる。なんで？新しい40代が始まる前に今一度考えたい。何のために生きるのか、なぜ生きるのか、生きる目的、生きる理由、人生のゴール、そこを考えたいと思ってます。今回は何のために生きてるかわからへん、人生が面白くない、生きる理由を見つけたい、そんなあなたが腹の底から納得できる生きる理由を見つけて、生まれてきてよかったなーってそう思えればいいなと願ってこのマイクを持ってます。正直僕も今ない、なんとなくはあるけど、キーワードをポンポンポンってホワイトボードに書いたけど正直ないんです。だからあなたと一緒に生きる理由を、生きる目的を見つけたい。だから最後まで見てください。最後まで付き合いください。早速聞きますよ。もう一回聞きますよ。あなたはなんで生きてるんですか。なぜ生きてますか。毎日、今日も昨日も、そして多分明日も生きるという選択をしてきた。その理由は何？ねえ、生きる理由。だって、何やろう。こう頑張って手に入れる。まあ、お金を稼ぐために生きるって言って、頑張って働いて、頑張って勉強して、お金持ちになった。でもそれって、死んでしまったら終わりやん。亡くなるやん。ねえ、家買っても、いい車買っても、なあ、亡くなる。死んだら亡くなる。そしてじゃあ勉強するために生きる、成長するために生きるって言うけど、成長したらどうなんの？勉強したらどうなんの？でも死んだら終わりやん。ボケていくし。なあ。じゃあ家族のため、子供のために生きる？じゃあ子供が定年したらどうなる？子供が定年して、子供がもしかしたら亡くなったらどうなる？生きる目的なくなるの？じゃあ何のために生きてるかわからんくなる？え？何のために生きてるんですかね？じゃあ会社のために生きる？会社のために一生懸命働いて生きる。会社退職したらどうなる？じゃあ何のために生きるんですかその時。なあ、僕たちはなんていうか生きるっていうことをコントロールできないですよね。なんで生きるのかっていうこともあるけど、生きるっていうことはなんていうか自分がコントロールできない。なぜなら明日交通事故になるかもしれんし、明日地震が来て死ぬかもしれへんし、生きたいって思っていたとしてもそれが叶うかどうかは分からへん。生きるということに関してはそうですよね。でも死ぬということに関してはいつでも死のうと思ったらもしかしたら死ねるかもしれん。いや死ねる、ま、死ねるよね。いろんな方法あるやん、死ぬ方法って。死ぬってことに関しては自分で選ぶ権利がある。でも生きるということに関しては自分で選ぶ権利はない。生きたいと思ってても生きられない人もいる。もしかしたら俺たちもそうかもしれんね。じゃあなんで死ぬのはいつでも死ねんのに、なんで死ぬっていうことをしてこなかったんやろ。そうなあ、一生懸命頑張って手に入れたものも死んでしまったらなくなる。じゃあその手に入れるために一生懸命生きることに意味があるの？なくなる、なくなる、どうせなくなる。なくなってそのために何生きる意味ってあるんかなってね。でそんなことは本当に
25歳になるまで考えたことがなかった。本当に。なんというか、生きる意味を考えなくてもいいというか、レールに乗っかってたんですよ。もうレールに乗っかっていて、そのレールに乗っかってるだけで、なんかもう生きるレール、人生のレールっていうのがあって、まあ22歳で就職し、そして30歳ぐらいまでに結婚をして、そして家を買って子供作って、そして出世して、そして60歳で退職するみたいな。なんかそういう人生のレールに乗っかってたから、何のために生きるのかっていうことを考える必要もなかったし、うん。いや、考える余裕もなかったよ。だって、毎日全速力で走らなあかんから、営業ノルマがたくさんやってくる。何のために生きるのかとか、考える余裕もない。時間もない。それよりも、毎月毎月のノルマをこなすことでいっぱいいっぱいやった。だから考えたこともなかった。でもね、社会人になって3年目の時に考えた。あれ？何のために生きてるんやろって。だってそう思うやん。だってこのレールを進んでったら幸せになれると思っていた。そう聞かされていたのにもかかわらず、あれ、俺毎日全然楽しくないし幸せじゃないって。家も買ってもらえる、車も会社からもらえる、給料もたくさんある、好きなものは買えて、好きな人と会える、彼女もいる、何これ、いろんなものが手に入ってる、でもやってもやっても進んでも進んでも全然幸せやなっていう気持ちにならへんかった。あれって、このレールに乗っかって、ただちょこんとなって、与えられるものをパクパク食べて、そして全速力で本気で走ってたら、幸せになれるって教えてもらってたし、そう信じてたし、疑ったことなんて一度たりともなかった。でも、3年経って気づいた。俺楽しくないわって。俺全然幸せじゃないわって。毎日全然充実してない。で、この先、1年後、2年後、3年後を見ても、全然幸せになりそうな、楽しくなりそうな気配すら全くない。5年後、10年後、20年後の上司、部長、課長、支店長の人生を見たときに、俺がそこに行くんかって思ったら、その人たちの人生はその人たちにとってはイエス。でも、俺にとってはノーやった。うん、そこに行きたくない。一生懸命頑張った先に、課長の人生、部長の人生、支店長の人生があるんやったら、俺はそこには行きたくないと思った。じゃあ、何のために全速力で走るんですか？何のために頑張って努力して仕事するんですか？はてな、見えへん。わからん。その時に初めて出てきた、その問いが。何のために僕は働く？そして、何のために生きているんだって。だって行く先のないまっすぐ向こう、レールの先は真っ黒黒黒真っ黒雲や、もうもやしかないわ。そこに行きたくないのに、そこに行くために 全力を使って何やってんのって、その時に初めて立ち止まって考えた。俺は何のために生きるのかって。そんなん出てくるわけないやん。わからんかったよ。何のために、じゃあ会社のために、出世のために生きるのか。いや、出世した先に俺が望む人生がない。じゃあこれは罰や、違う。じゃあ何やろ、町の人のために働くのか、町の人のために活動するのか。いや、その人のためたちのためにやっても、俺自身が楽しいか、俺自身が幸せか分からへん。じゃあその人たちのために自己犠牲して何やってんの。俺って幸せかどうか分からん。違うってなって、じゃあ何やろ、自己実現？やりたいことをやるためか。何やろ？全然わからんかった。でもやりたいことも見えへんかったし。で、ずっと悩んでたよ。で、悩んでもわからんことを考えると、やっぱ苦しくなって、その時にお母ちゃん鬱になった。本当に苦しくなって、生きる力を失って、家からも出たくない。出たくないけども、毎日平日6時に起きて仕事には行かなあかん。もう毎日全然残ってない力を振り絞って、かき集めて仕事をした。そんな日々がずっと続いたよ。何のために生きるんやろうって。で、上司に聞いた。何のために生きるんですかって。じゃあね、笑われたよ。お前何言ってんの？何のために生きるって。お前病んでんのか？大丈夫か？な？何のために生きるのかなんて、俺だって分からへんねん。お前がまだ分かるわけないやろ、と。
お前が何のために生きるかって、そんなわからんものを考えるよりも、とりあえず与えられてるノルマ、今月のキャンペーンのことを考えろと。あと10件残ってるやん。どこの得意先で買ってもらうねん。その戦略を考えろ。そうすれば生きる目的が見つかるから。そう言われたよ。いや、ほんまって。いや、あなた言ったやん。私も生きる目的分からへんって言ったやん。あなたにも見つかってないやん。やのに、今のノルマをやったら見つかる保証ってどこにあんのって。確かに、見えないものを見ようとするよりも、今与えられているものを一生懸命にやること、それは大事かもしれへん。でも、それと同じ、いや、それ以上に、何のためにこれをやるの？これやった先に何があんの？そしてそもそも俺は、何のために生きるのか、人生のゴールはどこにあるのかって考えることってめちゃくちゃ大事なんちゃうって思ったんよ。そう。でも考えても考えても分からへんかった。で、なんか分からん。なんかのきっかけの時にちょっと見つかったんよ。俺はなんで苦しいのかって思って、その時。俺はなんで今苦しくて悲しくて力がなくて鬱になってるのか、そう考えた時に少し見えてきたんよ。本当に俺がやりたいことは、その時なんで苦しかったか、俺が本当に心から売りたいもの、心からおすすめする商品を販売できていなかったから、会社からやれって言われたことをやっていた、それだけやったから、自分で選択することはできへんかったんよ。で、そこには自分という人間は全く入ってない。なんかこう商品の説明をすることはあっても、俺がどういうふうに生きてきたか、これからどういうふうに生きていきたいのか、そして俺の人生でなぜこの商品を進めるだけの理由があるのかと、そんなことは聞いてももらわれへんかった。この商品が海外でどれだけ売れているのか、そしてどういう疾患で、どういう症例で使ったらその患者さんの症状が取れるのかって、自分の主観は一切なし、主観ゼロですよ。はい。俺魂入ってない。そして心からやりたいことをやってない、自分のことを表現できてない。だから見えてきたんよ、なぜ苦しいのかっていうことを、なぜ本当にこんだけ苦しいのかっていうことを向き合ったら、自分が本当に望んでることっていうのは見えてきた。俺は心からおすすめするものを売りたい、販売したい、心からおすすめするものを自分で作って、自分で選んで、そして自分の魂を込めて表現したい、伝えたい、嘘をつかずに本音で、それがやりたいって、あるがままの本当の自分を表現したいって、これが自分の本当の願望、望み、願いなんやなっていうことが分かった。めっちゃ遠いけど、大きなゴール、あるがままの自分を表現する。そこはね、見えた。だから、もしかしたらそれが俺の生きる目的なんじゃないか。生きる理由なんじゃないか。毎日死ぬという選択じゃなくて、生きるという選択をしている理由が、もしかしたらそこにあるんじゃないかなって思った。本音の自分を選択する。あるがままの、そのまんまの俺が言いたいこと、伝えたいことを、嘘をつかずに全力で 100% 放出する、解放する、解き放つということ、それをやりたいんやなと、それが生きる目的、生きる理由なんやなっていうことが見えた。ぼんやりやけど、それやって見えた、それやって見えた、見えたよ。見えた瞬間に光がふわって出てきた。今まで真っ黒で、雲が、もやがうわーって、どこ、360度どこ見てももやだらけよ。その先、1メートル先も見えない。そんな状態やった。でも自分が生きる目的、生きる理由、もしかしたらそうなんじゃないかっていうものがパッて見えたら、そこがまさに灯台のように、そこからライトがピカンって光って、こんな感じで明るくなって、自分が進むべき道っていうのが見えてきたんよ。自分はこっちに進んでたけど、いや、こっちの先にはないな。こっちやなって。見えた。そう。生きる理由、生きる意味、そこが見つかったら、明るくなって、自分が進むべき道が見えた。だからやっぱり、生きる意味とか、生きる理由っていうのを見つけること、それはめちゃくちゃ大事なんやなと思った。
今の苦しさから解放されて、毎日が楽しくなって、生まれてきてよかった、生きてきてよかった、これが生きる喜びなんだって毎日感じて生きることができる。そのためにはやはり生きる理由、生きる目的を見つけることって大事やなって思う。でもな、いきなり全然違うことを言うかもしれへんけど、ちょっと水飲もう。俺は生きる理由が見つかったけど、そもそも生きる理由なんてない。生きる意味、生きる目的なんてない。探してもない。こう思えた。うん。何？生きる目的とかなくて、生まれてきた、ただそれだけです。生まれてきたという現象、生きる理由、生きる意味なんかなしで、もう生まれてきてもたって、そこに理由なんかないねん。なんで生きてるかって考えるとかそういうことじゃなくて、もう生まれてきてもてんねん。うん。なんで生きる理由があろうが、生きる目的がなかろうが関係なしに、心臓は動き続けんねん。生きる意味、生きる目的なんかなくても、生きることができるんよ。生きているんよ。常に生きてるんよ。だからそういうものはないねん、うん、生きる意味を探してもない、うん、それが本当に思ったこと。ないということはどういうことか。自分で勝手に決めたらいいということ。自分でそうやなって思うことをそうやって思ったらいいし、それにしたらいいっていうこと。それなんやね。それが本当に自分が望んでることであったらあるってことなんよ。その本当に自分が望んでること、それが生きる目的であって、生きる理由なんかなって思う。だから本当の理由、本当の自分が求めてることを見つけること、それが本当に大事なこと。そうすれば生きる理由が見つかり、生きる目的が見つかる。俺の場合はあるがままの自分を表現する、それが本当に望んでること、それがパッて見つかったら、そこからライトがピカーンってなって、それが生きる意味として輝き出す。そうすればどこに進んでったらいいのかが分かる。迷うことなく、葛藤することなく、ただ頭でも心のワクワクも、そして自分のアイデンティティも一直線になって、全エネルギーをその一点に集中できる。だから最高の自分が表現できる。そう、生きる意味なんてない。ないからこそ、自分が本当の願望を見つけて、それを生きる意味にしたらいい、生きる理由にしたらいい。雨が降っている、雨が降っている目的は何か。いや、ないね。降ってるだけやね。雨が降ってることに理由なんかないね。ただ雨が降ってるっていうことに対して、最悪濡れたくないわっていうふうに思ってもいいし、あ、涼しくなったな、傘持って友達のとこ行こうってフラットな気持ちで過ごしてもいい。そこに理由はないねん。俺同じことで、なんで生きてるのかっていうことに全く理由なんかない。その現象に対してあなたがどう意味付けをするのか、そしてその意味付けがあなたの本当の願望と紐づいた、あなたの本当の願望イコール生きる理由。あ、それやな、それやな。本当の願望イコール生きる理由、もうそれでいいんちゃうかって思ってる。だからこそ蓋をせずに周りの声を聞いて、自分の本音をシャットアウトして、本音の自分を体から心から追い出して、見えなくするんじゃなくて、ちゃんと蓋を開けて、悲しい気持ち、怒ってる気持ち、苦しい気持ち、鬱な気持ち、いろんな気持ち、それがあなたの本音の声です。感情は本音の声なんです。その本音の声をしっかり聞いてあげて、そして耳を澄まして、それを一つ一つ叶えていく。そして本当に苦しいことがあったのなら、それはチャンス。その苦しい理由があなたの生きる理由になるから。そう、俺は表現できなかった、心から売りたい商品を売れなかった、その苦しさを味わった頃からこそ自分で選択する人生がいい、あるがままの自分を表現したい、心からいいと思っているものを伝えたいっていう生きる理由が見つかったということ。そう、
で、俺の生きる理由、もうさっきから何度も言ってるけど、あるがままの自分を表現したいということ。まさにそれなんよ。俺の生きてる理由、今日も明日も自分が生きることができるのなら、僕は生きるという選択をする。それはなぜか。あるがままの自分を表現したい。最高の自分を表現したいよ。そして最高の自分になって、その最高の自分に出会いたいし、その自分から解き放たれるものに、ものがとてもワクワクすんねん。そこ、毎日毎日、その時の最高を表現したい。ありのままを、そのまんまを、自分の全てを表現して伝えたい。だから生きている。なぜ表現したいか。そこが楽しいからよ。そこが喜びやからよ。それが幸せだから。それ以外に理由はない。自分の心が求めているから。そう。なんで表現したいか。心が求めているから。それ以外に理由はありません。そう。だから伝えたい。それが生きる理由なんです。最高の自分に出会って、最高の自分から解き放たれる言葉、そして行動、そして生き方。それが、それを触れたい。そうなんです。こんな感じかな。ねえ、なんで生きてるのかっていうと、そうですよね。皆さん、あなたはどうですか？何のために生きてますか？今答えられた、今おかちがあなたに聞きます。あなたは何のために生きてますか？あなたの生きる理由をぜひコメント欄に残してください。まあこんな感じで今日はなぜ生きるのか、生きる理由、そして生きる目的について皆さんと話し合ってきました。生きる意味なんかない。これがおかちの結論です。もう生きている。ただ心臓が動いている。もうそこに理由なんかない。そこに理由があろうがなかろうが、命は動いている。心臓は動いてんねん。だから、その心臓が動いている、こうやってお話できる、こうやってアクションできて、マイクを持つことができるということに対して、自分がどう意味付けをするのか。本当の自分が望んでることは何か。それがそのまま生きる理由になる。本当の願望、本当の望んでることを知るためには自分の心の声を聞く。心の声っていうのはイコール気持ち、感情、悲しい、楽しい、嬉しい、苦しい。それが全部あなたの本音の声です。その一つ一つの本音の声に耳を澄まして、しっかりと寄り添って向き合っていくことで生きる理由が見つかるって、そういうふうに思っています。この動画を見ていただいたあなたが、自分が生きている理由、何のために生きているのかって理由を見つけて、自分らしい生活を過ごすことを俺は心の底から応援してます。はい、ということで今回はね、この独演会シリーズでちょっと新しい感じで、なぜ生きるのかという正解のない、しかし人生において大事な問いをあなたと一緒に考える、そんな時間にしました。はい、少しでもためになったなとか勉強になったなっていう方がいれば、高評価ボタンを押してくれたら本当に嬉しいのでお願いします。こんな感じでミスターおかっちのこのチャンネルでは、とにかく生きる力が湧いてくる、そんな動画を配信してます。よかったらチャンネル登録してください。あと一つ告知です。ミスターおかっち30代最後の挑戦ということで、全国講師オーディションにエントリーしました。挑戦です。そのおかっちの本気のプレゼンテーションを、撮りましたので、それが概要欄に貼り付けてますので、ぜひ見てください。おかっちの39年間生きてきた本気の全力を込めた、魂を込めたプレゼンテーションです。でそれを見ていただいて、ちょっとでも心が動いたら投票していただけたら本当に嬉しいです。投票いただけた方は、投票したよというふうにコメント欄で残してください。はい、ということで以上です。それではワンダフルな一日を。さよなら。あなたが最高のあなたに。